平成30年7月21日、阿蘇市一宮町手野の古代の里キャンプ村で、第2回租税キャンプが行われ、小学生が楽しく税について学びました。これは、阿蘇郡市の若手経営者で作る阿蘇法人会青年部が企画したもので、今回で2回目となり、阿蘇市内の小学生32人が参加しました。開会式では杉本部会長が税のことをみんなで勉強して今後に役立ててほしいと挨拶。その後、阿蘇税務署の猪俣博明所長が税の大切さ、役割を租税キャンプでしっかり学んで家族にも教えてほしいとの話がありました。それから税金クイズがあり、子どもたちは丸×でクイズに挑戦。正解するとお菓子がもらえ、最後にはそれをお金に見立て、獲得したお菓子を申告し、それぞれの税率に見合った個数を納税する確定申告を楽しく経験しました。他にもヤマメのつかみ取りやバーベキューがあり、子どもたちは自然と触れ合いながら楽しく税について学びました。